明日天気になれ。今回は業態開発チームで作ったコーンシチューの作り方を紹介します。北海道産の食材のみを使用し、いろんな意味で密度の濃い一品になっています。食材販売、レトルト商品化、店舗での作りたてなど、何らかの形で皆さんに召し上がっていただける日が待ち遠しいです。だしとルーは約6食分になります。使用食材と分量です。だし、ルー、仕上げの3パートに分けています。だしを取ります。野菜の皮や葉の部分などもできるだけ残さず利用します。じゃがいもと人参は 1.5 センチ角に切ります。後でだしと一緒に茹でます。鍋に鮭節以外のだしの食材を入れて火にかけます。鮭節を入れます。先ほど切った人参、じゃがいもの角切りをだしに入れ5分ほど茹でます。出汁が出来上がりました。道産食材の旨味が凝縮されただしの完成です。ルーになるホワイトソースを作ります。バター、牛乳をフライパンで温め、ダマにならないように滑らかにします。完成です。ホワイトソースに材料を入れ、フードプロセッサーでペーストにしましょう。しっかり滑らかになるまでペーストにします。完成です。
オニオンペーストを作ります。玉ねぎをフードプロセッサーで粗みじんにします。このようになります。500g の北見産玉ねぎを使います。玉ねぎをめちゃめちゃ炒めます。焦げやすいので火加減に気をつけながら炒めまくります。このオニオンペーストは他のシチューでもたくさん使います。今後の開発過程で玉ねぎの品種にもこだわっていけるよう研究を重ねます。焦げると玉ねぎに苦味が出てきてしまうので気をつけます。この頃には腕はパンパンです。測ってみます。完成です。ではルーを完成させましょう。オニオンソテーに材料を入れ、ルーのベースを作ります。味噌を入れるのが味噌です。コーンルー以外の材料をすべて入れ、約15分火にかけます。ローリエを取り出し、コーンルーを入れます。出来上がりました。ではシチュー一人前を仕上げていきます。フライパンを火にかけ、オリーブオイル 10g、 そこにニンニクスライスを1枚入れ、塩麹漬け鶏もも肉を炒めます。
肉に火が通ったらボイル人参とボイルじゃがいも、粒コーンを入れ炒めます。バターを入れます。バターが具材に絡んだらルーを入れます。味がよくなじむよう強火でしっかり煮立たせます。コーンシチューの完成です。器に盛り付け試食してみます。いただきます。はい、うん、甘い、美味しい。結構つぶつぶ感がすごいね。うん、ブイヨンちゃん、野菜のくずで作って、やっぱそれに変えてから、うん、本当になんかコクが出たよね、うん、シチューに。だから、うん、ただの、 あの和風だしだけじゃ なくなったから、うん、野菜の甘みとか旨味がだしの中に入ったから全然変わったんだよね、うんうん、甘くて美味しい、うん、北海道 あの高梨牛乳を使ったんですけど、濃厚になってるのがね、うんうんうん、でもこのコーンシチューはすごく濃厚だよね、うん、本当に、はい。